アメリカの夜を用いることによって昼間に撮影した場面はあたかも夜間に撮影した場面であるかのように見せることができる。アメリカの夜とは昼間に撮影した場面を夜間の場面のように見せる映画の技法である。技術または予算の都合上夜間に撮影することが難しい時に用いられる場合が多い。フィルムやデジタルの撮像素子は光量の少ない状態において 人間の目が持つ感度を書いている。そのため、月明かりの有無にかかわらず、夜間の自然光で撮影された夜間の場面では、ほとんど何も見えないほど、露光不足になる。この問題は、暗闇の代わりに日光を使うことによって避けることができる。アメリカの夜を用いる場合、カメラの露出を小さくするか、ポストプロダクションで暗くするかして、青みを加えることが一般的である。 夜の印象を強めるために追加エフェクトを用いられることがある。フィルムやビデオカメラの光感度は向上しているため、この技法が用いられることは少なくなっている。サイレント映画の時代の上映フィルムには夜間の場面であるかのような錯覚を強めるために青みが加えられた。月明かりは実際には青くないが、プルキニエ現象によって人間の目には青く見える。 カラーの映画では、よりはっきりと青みを出すために、5000K の中高下用フィルムではなく 3200K のタングステン照明下用フィルムを使うこともある。これにより、人工的な光が当たっている部分は白くなり、それ以外の部分は青くなる。プロフェッショナルなビデオカメラでは、同様の効果を得るために、色温度を調整する機能が与えられている。 デジタル上のポストプロダクションが一般的になった現代では、撮影段階では人工的な光の白さを維持するために色温度の調整が行われて、場面全体を暗くする加工については、より細かい調整ができるポストプロダクションに委ねられることが多い。撮影ショットの露出を小さくすることによって、暗さの錯覚や月明かりの錯覚を与えることができる。その代表的な方法は、 海屋体を2段階ほど下げることである。カメラの露出を変えずに、この効果を得るために、中性濃度フィルターを使うことが多い。昼間の空を暗くすることにより、夜のように見せることができる。黒白の映画では、赤いレンズフィルターを使えば、青い空は黒く映る。ロングショットでは、赤外線フィルムが使われることがあるが、これは、緑の葉を白く見せる。よりのショットでは、 役者の肌の色を維持するために黄色やオレンジ色のフィルターが用いられることがある。カラー映画やビデオでは中性濃度フィルターや変更フィルターによって類似の効果を得ることができる。これらのフィルターを使うと撮影中のカメラの動きは制限されることになる。現行フィルターの軸は地平線と一致している必要があるからであり、またカメラのレンズの軸が 太陽に対して変化すると変光フィルターの効果が変化するからである。月明かりの効果をもたらすために太陽の逆光で撮影される場合、顔や前景の細部は暗く見えにくくなる。リフレクターや5000系のキーライトを使うことによって影になっている箇所の一部に光を与えることができる。その場合であっても場面全体の強いコントラストに一致するように、 影の部分は微妙に薄暗いままである。デジタル上のポストプロダクションの技法を使う場合には日光の下では目立たない光源の光を加えたり強調したりすることが一般的でもある。このようなデジタル技術の効果を通してアメリカの夜はより説得力を持つ技法として使うことができる。映画キャストアウェイで行われたようにデジタル技術を用いて 画面の空一面に月や星を付け加えることも可能である。映画マッドマックスイカリのデスロードでは珍しい方法でアメリカの夜が用いられている。露光不足にせず、あえて光過型にしたのである。デジタルカメラの持つダイナミックレンジを利用して撮影されて、ポストプロダクションでは暗く青みがかった色に加工された。これにより、まるで露光不足にして撮ったかのように、 細部が影に覆われるという効果を与えられている。真昼に撮影する代わりに、日の出や日の入りに撮影されることもある。この場合、自動車のヘッドライト、街灯、部屋の明かりはついており、あたかも夜であるのように見える。これは、ダスクフォーナイトと表現されることがある。光量と色温度が大ず変化し、求められている、光の状態が短時間しか持続しないため、 この方法で撮影することには困難が付きまとう。ありがとうございます。